ハーキュリーズはイギリス海軍の土球戦艦、コロッサス級戦艦に番艦。艦名の由来はキリシャ神話の英雄、ラテン語であるヘイラクレースの英語読み。この名前を持つ艦としては三代目。1908年、ドイツで毎年戦艦四隻寄港する法案が議会を通過したため、二国標準主義の伝統のもと、 八隻欲しい、今すぐ欲しいのスローガンを掲げ土球戦艦6石の建造予算が獲得され1909年度計画のネプチューンと同一戦隊を構成でき、大急ぎで隻数を揃えるためネプチューンの艦型を踏襲したのがコロッサス級戦艦で、コロッサス、ハーキリーズの二隻が建造された。ネプチューンに習い30.5平方センチメートル、連想法等5キロ、2.3番砲塔が、 定型配置で反対原発砲を制限射角であったが可能とし、4.5番砲塔が背負い式に配置することで、型原子高砲力十門が可能となった。多砲複砲の配置、2、3番手砲塔の玉火薬庫配置改正、装甲防御の強化と水中防御方式の変更、後部三脚章の廃止と前小柱の全部煙突背後への移設等手直しが行われた。 A 戦艦として、常備排水量は初めて2万トンを超え、機関出力はネプチューンと同一だったが大やけの速力はやや早かった。1909年度計画艦の残り4隻は34.5センチメートル砲を搭載する超土級戦艦オライオン級戦艦として建造されたのでコロッサスタス級戦艦は A 海軍最後の土級戦艦となった。両艦とも、 ユトランド海戦に参加した後コロッサスは1928年、ハーキュリーズは1921年除籍解体された。1909年7月30日寄港、1910年10月9日浸水、1911年7月31日、収益166万1240ポンドの費用がかかった。本国艦隊の第二戦艦船隊に帰還として、 編入された。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、ハーキュリーズは、グランドフリート第一戦艦戦隊に編入された、機関はコロッサス。1916年5月31日の、ユトランド沖海戦では、第六戦艦隊で、敵巡洋戦艦に対し手を5から6戦車し98発の砲弾を送り、破片で警備な損害を受けたが、 数本の魚雷は回避した。6月第4戦艦戦隊期間に関され8月19日、ドイツの太陽艦隊出撃に備え、サンダーランドへ進出。1918年4月24日、セント・ビンセントと共に、オークニーで太陽艦隊の最後の出撃に備え、エジンコートと第2巡洋艦船隊を支援する、11月21日、ダブルゼータ作戦による、 太陽艦隊の抑留の護衛に参加。1919年2月予備役に移籍され1921年11月8日、ドイツの解体業者に売却されるスを去り、キールで解体された。ありがとうございます。